続いての話題です。先週末の日曜日、開成南小学校で地元のジャズオーケストラグループが主催し、親子で本格的な楽器に触れることができる体験会が開かれました。開成ジュニアアンサンブルブルーバーズは、開成町の小学4年生から6年生を中心とした総勢16名からなるジュニアジャズオーケストラ。地域のイベントなどで演奏会を開いています。今回の体験会は、開成町と近隣の市町に住む小学6年生までとその保護者を対象に、開成ジュニアアンサンブルブルーバーズが主催して開かれたもので、この日はおよそ60名が参加。トランペットやサックス、ベースやドラムといった楽器が展示され、参加者たちはブルーバーズの団員や指導者から手ほどきを受けながら、初めて触る本格的な楽器の演奏を楽しみました。体験会のラストには指揮者体験として、参加した子どもがブルーバーズの演奏を指揮したほか、団員によるミニコンサートを開催しました。